当時の敵をあの、独ソ戦の女性狙撃兵のことを扱った小説の、作者なんですけど、2人兄弟なんですけど、でそれとあのなんだっけ、 TBS とかでいろいろちょっとひどい目に遭ってる金平さんも出て、でその3人で3時間ぐらいの、話があってすごく面白くて、でもちろんロフトプラスワンに 見に行きたかったんですけど、ちょっと僕は行けなかったので、配信で500円プラス手数料100円ってことで600円でツイキャスで見ていて、本当に素晴らしい内容で、そしたらあのそれはあの日本ペンクラブ主催の会だったんですけど、そうするとペンクラブのホームページで無料で後日それが全部見れますという番組の最後にあの言われたので、なんか ひどいなと思いながら、それはあのペンクラブのホームページでそのあのそれが全部見れるので、ぜひ機会があったら見れるうちにもうあの見て、あの本当本当素晴らしい内容でした。そして今のこの時代の中で言葉のこと、あるいは、まあ、いろんな人と人とのつながりのことを、まあ、国のこととかいろんなことを本当に考えさせられて、すごく有意義な3時間過ごすことができました。で、有意義じゃあったかどうか分かりませんけど、最初言ったように僕は8月の15日にあのコロナの陽性になって、そして10日間自宅療養していたんですけども、これを言っていいかどうか分かりませんが、これは、秘密ですけど、ここだけの話です、ね。ちょうど8月の12、13ぐらいから4日間か大阪に歌いに行っていて、でそのもう終わりかけた最後の時になんか、ちょっと調子が変だななんて思って、そしたらあの熱を測ったらあのかなり熱があって、そして、大阪のホテルにずっと泊まってたんですけども、で発熱外来みたいなところに行かなきゃいけないななんて思ってあの連絡したんですけども、全然連絡がつかなくて、でまあそういう症状が出たら公共交通機関は使っちゃダメだし、移動してはダメだっていうことはよく分かっていたんですけども、でも大阪だったの で大阪でもしかしてじゃあ10日間あのどっかでいろって言われたら、すごくやっぱりものすごく僕は大阪を信頼してないのでもうできるだけ最大限の注意を払ってあの東京まで帰ってきて、そして、まあ、地元の発熱外来で見てもらって、で、まあ、自宅で療養できたので、それはそれで、まあ、ルール違反をしたかもしれないんですけども、やっぱりあのままもし大阪にいたらどうなってたかななんていうことをものすごく考えました。でその時いろいろもう10日間いろんなことを考えて、その中で作った歌なんですけども、これはもちろん個人攻撃とかそういう歌ではなくて、今の僕らの国のことを歌いたいなと思って作った歌で、名前出された人は腹立つかもしれないけど、まさか訴えられはしないと思いますが会食をした。2メートル以上離れて座り、食べる時だけマスクを外したとか、マスクつけて喋り、またマスク外して食べて、またマスクつけて喋る。一体どんな会話
ができたというんだろう。誰もが PCR 検査をすぐに受けられないとき、受けた方がいいと同じ派閥のに言われて、PCR のホテルさんは東京医科歯科大学で、誰もが受けられない PCR 検査をすぐに受けた。陽性だった、無症状だったが、事業所があるからとすぐに入院した。誰もがすぐに入院治療できないとき、2021年1月石原のてるさんが入院した。東京医科歯科大学附属病院に入院した。国立の病院で10日間過ごし、一時は悪化してた症状も安定して、完治には至ってないが病床の逼迫に鑑み、自宅療養に切り替える。誰もがすぐに PCR 検査を受けられなくて、重症でも入院療養できないとき、石原のてるさんは無症状で入院した。そのとき東京では入院療養調整中の人が6227人で、重症化リスクの高い高齢者や持病のある人も自宅療養になっていた。その日も救急要請の申し出を断られて、90代の女性が亡くなった。2021年1月22日、石原のてるさんが入院した。東京医科歯科大学附属病院に入院した。コロナで生活困窮する人への支援は最終的には生活保護。2012年12月、石原のぶてるさんは生活保護のことを生ポトというネットスラングを使って嘲笑った。コロナで生活困窮する人の支援は最終的には生活保護。2021年1月22日、石原のぶてるさんが入院した。東京医科歯科大学附属病院に入院した。
わってしまってる。この国をもうこれ以上落ちぶれさせたくはない。リセットしよう、声を上げよう。2021年1月22日、石原のホテルさんが入院した。東京医科歯科大学民族病院に入院した。2021年1月31日、石原のホテルさんが退院した。東京医科歯科大学附属病院を退院した。2021年10月31日、石原のホテルさんが落選した。第49回衆議院選挙に落選。